先行十字章先行十字章は第二次世界大戦中のドイツの勲章。直接の戦闘における先行が鉄十字章の授与で評価されたのに対し、後方での先行はこの勲章の授与で評価された。1939年9月18日に制定された。剣付きと剣なしの先行十字章が存在し、前者は戦闘での功績、後者は 非戦闘での功績に対するものとされていた。それぞれに二級十字章、一級十字章、騎士十字章、黄金騎士十字章のランクが存在した。このうち騎士十字章のランクは1940年8月19日に制定され、民間人用の先行十字章のマークが入った、先行メダルもこの時に制定された。また、 黄金騎士十字章のランクは1944年10月13日にアルベルト・シュペアの提案により制定され、1945年4月20日にシュペアがフランス・ハーネとカール・ザウアーの2名に対して授与している。なお、先行十字章の体系外であるが、ドイツ十字章・銀章が一級先行十字章と、 騎士先行十字章の中間に位置する勲章として存在していた。マルタ十字型の勲章で中心はハーケンクロイツを破綻が囲むデザインになっている。二級と騎士章は裏側と表側がほぼ同じデザインになっているが、裏側の破綻の中は1939という勲章の制定年が入っている。一級は裏側がピンのバッジになっている。 警察任務、強制収容所や捕虜収容所の勤務、兵器開発、増産、国民の指揮公用など様々な功績に対して授与があった。受賞者も、軍人、警察、官僚、企業家、民間人と幅広い。受賞者が、軍人の場合には、陸海空軍司令官、あるいはその委任を受けた、師団長が授与を行う。受賞者が、 軍人以外の場合は閣僚か、大統領府官房長官が行う。ただし、騎士級の授与は、アドルフ・ヒトラーが直接言った。黄金騎士賞の受賞者は2名しかいない。県那し騎士先行十字賞は、約140名、県付騎士先行十字賞は、約120名が受賞している。鉄十字賞と同様に二級と、騎士賞に呪があり、呪は、 国家色の黒白赤を基調としてデザインされている。鉄十字章の樹は、中心が赤だが、先行十字章の樹は、黒が中心となっている。鉄十字章と同様に二級は樹を、前合わせのボタンホールから斜めに、廃用、一級は、樹がなく、左胸に廃用、騎士章は十を使って、襟元に廃用した。また、すでに一級鉄十字章を受章している際は、 例外として、右胸に一級先行十字章を配用することがあるが、ドイツ十字章が右胸につけられている場合は一級鉄十字章の元に配用されることが多かった。ありがとうございます。